はい、それでは、今月の楽曲2曲目いきましょう。ナンバー13さんでタバスコでございます。それではどうぞ。Let me tell you about myself. You may know it. I love that.ナンバー13さんで、タバスコでございました。あれなんですよね、ナンバー13って書くんですよね。で、まあ多分13って呼んで合ってるんだと思うんですけど、ちょっとね確認し損ねちゃった、ちょっと申し訳ないんですけど、ナンバー13さん、ナンバー13さんで、タバスコという曲でございますということです。まあこちらもね、とってもこうハイクオリティな、まさに今な感じのサウンドですよね。でもこうそんな中でこうちょっと癖のあるやっぱり音がね、忍び込んでいて、ん？なんか言い方がおかしいぞ。まあいいや。この皆さんたちなりのこう工夫というものをこうしようとしていて、こう味を出そうとしているというか、そういう姿勢がね、もうあちこちに感じられてね、とってもいいです。やっぱこうヘッドフォンとかで聞いたらどうですかね。細かい音結構気使ってすごい作ってるなって思いますよ。本当すごいなと思います。で、さっき紹介したこうパルスオブヒューマニティさんと同じようにね、ちゃんとこうポピュラリティな部分っていうのはしっかりこう抑えているっていうね、こうやっぱりこう激しめのギターの音でね、でこうなんていうのかな、ちょっとこう暴れてるリフっていうんですかね、まあちょっと変拍子にも感じられるようなリフじゃないですか、をこう使っておきながら、こう歌メロでちゃんとこうキャッチに届くものっていうのをこう表現しようとしてるっていう、このバランスがね、とってもこう絶妙だなと思いますね。だからこうライブなんかでね、むちゃくちゃ盛り上がりそうだなと思いますよね。人気あるんでしょうね、なんかまあ見た目もね、なんか人気出そうですもんね。なんかいいなと思いますよ、本当。裏山
ナンバーサーティンさんは、なんと平均年齢21歳。マジか。若いんだ。すごいな。の、東京発、新世代王道エモーショナルバンドということで、結成は2016年だそうです。ん ?3 年ぐらいですか。まあでも、うん。ちょうどいい頃ですよね。で、この5月1日には、ニューシングル、サンライズという曲もリリースして、現在そのツアー中ということでございます。で、直近の予定としては、5月16日、あ、これもすぐですね、渋谷サイクロンというところに、出るということですね。いや、先ほどのサイクロンもね、こちら、先ほどのは渋谷のなんだっけ、ギルティーか。ギルティーとサイクロね、両方とももう出たことありますよ、昔、本当に。いい箱ですよね、両方ともね。でっかい音量に対して、変な反響もしないと思いますんで、この両方の箱。もう楽しむのに最高だと思いますね。で、ツアーファイナルとなるライブをやるということですんで、ぜひね、皆さん行って、盛り上がっていただければと思います。盛り上がれること間違いないんじゃないかなと思いますね。で、YouTube でもね、なんか結構面白いことをやってらっしゃるんですよ。なんかこれ。なんかこう、ラジオ番組風の、YouTube を展開していて、これね、見たんですけど、リハーサルスタジオで、多分これ練習、リハーサルの前か後かに収録してるんでしょうけどね、なんかね、メンバーでラジオ風に喋ってるんですけど、面白いですよ。本当に。なんかね、皆さんのこう生な感じっていうのかながものすごい伝わってきて、きっとこれライブでは見られない彼らの顔っていうのがね、ここでわかるんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、検索してみていただければと思います。 YouTube でね。はい、2017年の7月にはファーストミニアルバムの、We Are No.13、2018年の12月には、セカンドミニアルバムで 100% ジュースというのも、リリースしていて、で、この5月1日にニューシングルでサンライズというふうに、コンテンツもだからすごい充実してるんですよね。毎年こうやってね、作品出せるバンドってなかなかないですからね、本当に。もう、ごめんなさい、私なんて本当3年に1回ぐらいになってますからね、今ね。はい、ということで皆さん、ぜひご注目いただければと思います。